の一つとなっているフライベントスは食肉加工産業とともに発展し、産業の中心を担ったアングロ食肉加工工場は最盛期に50カ国以上から5000人以上の労働者を雇い、世界の台所と呼ばれるまでに発展を遂げた。しかし、1964年に工場の缶詰に由来するチョーチフスの大流行を招いたことと、 産業構造の変化により次第に衰退し、1979年に工場は閉鎖され、その歴史的な役割を終えた。閉鎖された食肉加工工場を含むフライベントスの産業遺産は、2015年にフライベントスの産業景観の名称で世界遺産リストに登録された。21世紀に入り、フライベントスに外国企業の投資による 世界最大規模のパルプ工場が建設された。しかし、パルプ工場の建設をめぐるウルグアイ側の環境問題は21世紀におけるウルグアイとアルゼンチンの最大の政治的紛争となった。フライベントスはアルゼンチンとの国境をなすウルグアイ側に面し、 アルゼンチンの首都のブエノスアイレスからほぼ真北に1 6 0トル、ウルグアイの首都のモンテビデオからは北西3 0 9トルの距離に位置している。フライベントスはビジャインデペンデンシアとして1859年4月16日の法令によって設立された。同様に法令によって1860年7月7日にリオネグロ県の県都となり、1900年7月16日に 死へと昇格した。現在の名称のフライベントスは、ト遁した司祭の名に由来する修道士ベネディクトを意味している。1997年10月10日には、フライベントスの空港にダイバートを試みたものの墜落し、69名の乗客と5名の乗務員の計74名が死亡したアウストラル航空2553便墜落事故が発生した。歴史的に、 フライベントスは食肉加工産業を主産業としてきた。1847年にドイツの科学者のユスティス・フォン・リービッヒが高価であった本物の肉を買う余裕のない人々のために安価で栄養価の高い肉の代替品を供給することを目的としてリービッヒ肉エキスと呼ばれる濃縮牛肉エキスを開発した。その後、1862年に ドイツ人技師のゲオルク・クリスティアン・ジーベルトが肉エキス生産の産業化を目指し、リービッヒの同意と企業家及び牧場経営者の支援を得て、ソーシティ・でフレイ・ベントス・ジーバートシーを設立し、フライ・ベントスに肉エキス生産の試験工場を建設した。1864年末までに12000円ポンドに相当する5万ポンドの量の肉エキスが輸出及び販売された。 1865年には DV ヒ肉エキス会社がイギリスで設立され、後にオキソの名称で販売されることになる牛肉エキス製品の製造を行った。工場の製品は非常に人気を博し、ヨーロッパの中流階級の家庭における定番商品となった。1860年代後半までにロンドンのセントトーマス病院は、 年間12000ポットの消化の容易な肉エキスを使用したと伝えられている。1875年までに毎年500トンの肉エキスがフライベントスの工場で生産されていた。また、貯蔵安定性、輸送のしやすさ、そして使い勝手の良さから南北戦争中の兵士に推奨され、第二次世界大戦の時点においても連合軍によって使用されていた。 1873年に工場はコンビーフの缶詰の生産を開始し、フライベントスの名称で販売された。フライベントスは1881年に DB 皮肉エキス会社によって商標登録された。フライベントスのコンビーフは労働者階級の市場をターゲットとしていた。缶の重量はわずかに1ポンドで持ち運びが容易であったため、軍隊の食料としても 理想的であった。アフリカでは、防ア戦争の勃発に伴い、南アフリカのイギリス軍にコンビーフを供給することによって、同社の利益は大幅に増加した。また、フライベントスのコンビーフは、第一次世界大戦の軍隊にも供給された。その人気は、非常に高く、フライベントスという用語は兵士によって、グッドという意味のスラングとして使用されていた。 パッシェンデールの戦いで投入されたイギリス軍の初期の戦車の一つには乗り込んでいる人が缶詰の肉のようであったことからフライベントスというニックネームが付けられていた。さらに同社は冷凍設備を導入し最終的に冷凍及び冷蔵された生肉の生産と輸出をすることが可能となった。世界中に出荷され加工された食品の量によりフライベントスの街は 世界の台所と呼ばれるようになった。1924年に DB 日肉エキス会社はフライベントスの商標と共にベスティグループに買収され、アングロ食肉加工工場の名でも知られるフリグリフィコアングロデルウルグワイに改名された。ウルグワイ側に面する旧アングロ食肉加工工場、フライベントスの需要は第二次世界大戦の期間が最盛期であった。 連合国への肉の供給者として、フライベントスのコンビーフ缶は1943年だけで1600万缶以上がヨーロッパへ出荷された。フライベントスのアングロ食肉加工工場は、その前世紀に50カ国以上から5000人以上の労働者を雇い、1時間に400頭の牛を処理した。当時のフライベントスに対する需要の結果、ウルグアイの通貨は、 アメリカドルよりも高い価値となった。第二次世界大戦直後の数年間、フライベントスの製品はイギリスにおいて不可欠な食料品であった。製品の範囲はステーキキドニーパイの缶詰及び牛ひき肉や玉ねぎなどに拡大された。1958年にベスティグループはイギリスでフライベントスブランドのパイの製造を開始した。しかし、 1964年に南米から輸入されたフライベントスのコンビーフの缶詰に由来するチョーチフスの大流行がアバディーンで発生しコンビーフのブランドへの著しい損害を招いたその後の調査により工場の缶詰の製造工程で使用された冷却水が継続して塩素消毒されていなかったことが明らかとなった一方ではイギリスの共同市場への参入が 食肉市場の貿易形態に悪影響を与えていた。これらの要因が組み合わさることによって、販売に深刻な影響が及ぶようになり、1971年には工場と関連施設がウルグアイ政府に売却された。工場の稼働状況は二度と回復することはなく、生産は1979年に完全に停止し、地域の住民に深刻な打撃を与えた。 その後、2008年に、ブラジルの食品加工会社である、マルフリクグ,グローバルフーズが、フライベントスに食肉加工工場を建設し、以前のアングロ食肉加工工場より小規模ではあるものの、イギリスとアメリカ向けにコンビーフの生産を再開した。また、2011年4月には、東日本大震災の支援物資として、4600巻のコンビーフが、 フライベントスから日本へ送られた。ベスティグループは1968年にアングロ食肉加工工場をブルックボンドに売却し、ブルックボンドリービッヒの名称で合併会社が設立された。ブルックボンドリービッヒは1984年にユニリーバに買収され、1993年にはキャンベルスープカンパニーがユニリーバのブルックボンド部門から、 フライベントスの商標権を買い取った。フライベントスの商標権は、その後キャンベルスープカンパニーから、プレミアフーズ、プリンセスグループへと移り、最終的に2011年に、スコットランドの食品製造会社のバックスターズが、商標権を取得した。2013年1月までに、バックスターズは、フライベントスの生産ラインを保ャバーズの工場へ移設し、 初期の生産量として1週間あたり6万7000のパイの缶詰を生産した。グアレグアイチュのパルプ工場建設への抗議の看板2003年にスペインの製紙会社のエンスがウルグアイ政府よりフライベントスにパルプ工場を建設する許可を得た。また2年後の2005年にはフィンランドの製紙会社であるボトニアが同じくフライベントスにおける 自社工場の建設の許可を受けた。これらの二つの工場は、ウルグアイの歴史上最大の外国企業による投資であり、ボトニアの総工費12億ドルの工場だけで2500人の直接及び間接雇用を生み出し、国内総生産の2%を占める規模であった。しかし、工場建設予定地が川に隣接し、大気汚染や水質汚染への影響が懸念されたことから、 工場建設の承認が発表されたわずか2ヶ月後の2005年4月30日に、ウルグアイ側の対岸に位置するアルゼンチンのエントレ、リオス州グアレグアイチュの環境協議会によって、組織された約1万人のデモ隊が、グアレグアイチュとフライベントスを結ぶリベルタドールヘネラル3、マルティン教に集結した。ウルグアイ政府とアルゼンチン政府は、1975年に、 ウルグアイ側の河川利用制度を定めたウルグアイ側協定を締結していた。アルゼンチン政府は環境汚染の問題に加えてウルグアイ政府が協定に基づく工場建設の許可を求めていなかったと主張した。一方ウルグアイ当局は協定は許可の取得ではなく相手側への適切な情報の提供を要求しているに過ぎず対話と通知がアルゼンチン側の意義なく 行われたと反論した。さらに、パルプ工場で使用される技術は、アルゼンチン側が主張する範囲における川の汚染の回避が可能であると主張した。アルゼンチン側から眺めるボトニアのパルプ工場アルゼンチン政府は2006年5月4日に、パルプ工場建設の中断を求める仮保全処置を国際司法裁判所へ要請したものの、同年7月13日に ICJ は、 要請を退ぞける決定を下した。国境の橋の封鎖を含む抗議活動は断続的に継続し、同年9月21日にエンスはフライベントスへの工場の建設を断念することを表明した。その後、同社は同年12月13日に2 5 0トル南方へ建設予定地を移すことを発表した。しかし、ボトニアは工場の建設を続行したため、 同年11月3日にグアレグアイ中の環境協議会は新たに国境の橋の封鎖を行うことを決定した。同月の後半にスペインのフアンカルロス国王の仲裁により両国間の交渉再開の場を設けることで合意したものの両国は交渉の場において妥協することを拒否したために交渉は頓挫した。両国はフアンカルロス国王に陳謝し、 両国間で協議を継続することを約束した。ウルグアイ政府は同年11月29日に国境封鎖の解除を求める仮保全処置を ICJ へ要請した。しかし ICJ は2007年1月23日にウルグアイ政府の要請を退けた。その後同年11月9日にウルグアイ政府はボトニアのパルプ工場へ操業開始の許可を与えた。 2010年4月20日、最終的に ICJ は、ウルグアイ側の工場建設に関する、ウルグアイ側協定に基づく手続き義務に違反があった、ことを認める一方、環境保護規定の違反と、工場撤去に関するアルゼンチン側の主張を退ける、判決を下した。両国の大統領は、ICJ の判決を受け入れ、パルプ工場の環境に対する影響に関して、 ウルグアイ側行政委員会を通して、モニタリング調査を行うことで合意し、同年6月2日にウルグアイ側の水質の監視、及び管理の責任について定める2国間の文書を作成することで合意した。また、同年8月30日には、両国の外務大臣が、パルプ工場をめぐる、紛争の集結に関する合意文書に署名した。フライベントスの人口変動は、以下の通りである。 2011年における人口は24,406人であった。1979年に食肉加工工場が閉鎖された後、ウルグアイ政府は1987年に旧アングロ食肉加工工場と従業員の居住区域が存在したバリオアングロ地区を国定史跡に指定した。また、2005年3月17日にはフライベントスの自治体によって閉鎖された。 工場設備内に産業革命博物館が開設された。国定史跡をユネスコの世界遺産に推薦する構想は2006年に国際産業遺産保存委員会の会長であるエウセビ・カサネリエスがフライベントスを訪れ史跡内の建築物の良好な保存状態を確認した際に提起された。その後まもなくティッキーの担当者がウルグアイの当局者と共に 世界遺産への登録の可能性の調査を開始し、2010年2月1日には、世界遺産の暫定リストに登録された。国際記念物遺跡会議は、19世紀から20世紀に、かけて55カ国以上の移民労働者がもたらした、社会、文化及び経済面における国際的な影響と、世界規模に及ぶ、食肉生産プロセスの理解を促す。 産業景観を評価して2015年の第39回世界遺産委員会において登録を勧告し審議では勧告通りに登録が認められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。